アックフアゲバルト、アックフアゲバルト株式会社は、印刷機材、医療機器、マイクロフィルム、ポリエステルなどを製造するベルギー及びドイツの企業である。元来は写真用品を製造する企業であったが、すでに撤退した。本社所在地はである。1981年から1999年までは、ドイツの総合化学薬品メーカーであるバイエルの子会社であった。 2004年以降の写真事業、アグファ・フォート・ホールディング。アグファは1867年に、ドイツ・ベルリンで作曲家であるフェリックス・メンデルス・ゾーンの息子、パウル・メンデルス・ゾーン・バルトルディとカール・アレクサンダー・フォン・バルティウスの二人創業した化学薬品メーカーである。名前の由来は、アニリン製造株式会社の頭文字を取ったもの。 1892年に発売された希釈式現像液が好評で2007年までの実に115年販売されるロングセラーとなったロジナールは現在2003年に新たに設立されたアドックスがアグファの最新のレシピについてリメイクしたアトックスロデナルを製造しているほか旧東ドイツの王王が製造していたロジナール王王 R09 を 1950年代のレシピに基づいてリメイクしたエイドクサーフ -09 を製造している。またロジナールの特許がすでに切れていることから R09 名でアグファのレシピに基づいて製造している会社があり、ネット上にはロジナールを自家調合するための方を公開した動画やサイトが存在する。1925年リーチェルを合併してフィルム式カメラも製造販売に乗り出した。 1936年に現在ポジフィルムとして一般的な方式となっている多層発色内式反転フィルムとして世界初の発売、世界初のネガカラーフィルムプロセスを開発し、1939年にはネガカラーフィルムプロセスによるアグファカラーネガフィルムを販売するなどカラーフィルム開発にも大きな足跡を残している。かつて 同じドイツの同業者であるバスフの OEM でカセットテープを販売しており、磁気媒体部門を後に OEM を受けていたバスフと合併した。ゲバルトは、正式名称、ゲバルト写真製造は1894年にベルギーウェルペンでリーベン、ゲバルト紹介として創業した印画紙メーカーである。ゲバフィルム等の映画用フィルムや少数ながら カメラも製造していた。名前の由来は創業者であるリーベン・ゲバルト、リーフェン・ヘファールトから。アッグフアト・ゲバルトは1964年に事業を統合してアグフアゲバルトが誕生し、世界第3位の写真フィルムメーカーとなった。事実上の合併であるが、ベルギーで外国企業との合併が禁止されていため、ドイツとベルギーでそれぞれアグフアゲバルトを設立する形を取った。 1983年にカメラ事業から撤退した。以後のアグフアブランドのカメラはすべて OEM 供給を受けている。デジタルカメラの普及で販売額が減少し、2004年11月アグフア、ゲバルト幹部社員らが設立した別会社アグフアフォとアグファフォトにフィルム部門を売却、撤退した。アグフアフォとはアグフアゲバルトから商標を借り受けて、 アグフアブランドのフィルムの生産を続行していたが、2005年5月27日に破産申請を行った。その後、ドク、ハンス・オーマン &CEO、KG 社がアグフアブランドのモノクルフィルム、インガシ事業を引き継いだほか、ドイツのルーパスイメージングメディアがアグフアフォートブランドのフィルムやメモリードを発売している。また、日本では、 スパーヘズブランドでヤホルガを販売しているパワーショベルがルーパスイメージングメディアと業務提携を締結日本でのアグファブランドの日本総代理店取り 35mm フィルムの販売や本国では生産されていない110、120フィルムを独自に再生産することを発表している名前だけがアグファフォトと残るが中身はモノクロがドイツのマコビスタは イタリアのフェルダーニアの OEM である。発表後120フィルム発売は白紙になった。さらに、アグフアフォートブランドのデジタルカメラを日本のエグゼモードが販売していた。日本アグフアゲバルト株式会社、日本アグフアゲバルトは、1950年、昭和25年12月27日に設立された、アグフアゲバルトの日本法人である。 1925年、大正14年、写真機、写真フィルム等の輸入販売のために、アグフア合名会社が設立されたのが、日本法人の最初である。それ以前は、各社が代理権を更新していた。現在の日本法人の前身は、1950年、昭和25年設立の日独通商株式会社、日独通商である。初代社長は、 マスタニリン、1956年、昭和31年まで同職を務めた。1958年、昭和33年には、アグフアが60%出資し、日独通商が日本アグフア株式会社、日本アグフアと解消した。同年に制作、公開された日本映画、悲願下では、監督の小津康二郎が、自らの初めてのカラー映画に対し、 アグフアカラーをチョイス以降、遺作のサンマの味、1963年までの6作をアグフアカラーで撮影した。前年の合併によるアグフアゲバルト成立を受けて、1965年、昭和40年には現社名に改称している。1990年、平成2年、コパル、現在の日本電産コパルとの合弁会社、 アグフアコパル株式会社を設立している。1999年、平成11年、アグフアゲバルトが上場し、日本法人は、日本のバイエルグループから離脱した。それを機に、日本法人の代表が、ウォルター・ストーク、1987年から1999年8月、から、イングバート・シュミッツ、1999年9月対に交代した。 日本でのアグフアの一般への知名度は高くはなかったが、大英などのスーパーマーケットによるプライベートブランド商品への OEM 供給を盛んに行っていた時期がある。1993年、平成5年にはゼロだったシェアを大英のプライベートブランド商品を手掛けた翌1994年、平成6年にはわずか1年で5%にまで伸ばしたという。 大英への OEM 供給契約が終わると、再びシェアが低迷したため、2001年、平成13年には、低価100円で販売されるべく、ダイソー産業、ダイソーに24枚取りフィルム製品を供給、前年1.5%に落ちたシェアを3%に伸ばそうと試みた。2004年、平成16年のアグフアゲバルトの、 消費者イメージング事業の売却以降は写真に関する事業は行っていない。ダイソーの写真フィルムもコダックに切り替わり、2007年、平成19年以降流通しているアグファブランドの写真フィルムはアグファフォートのものであり、同社の製品は扱っていない。当時の代表はフィリックス・スチューダー。2007年3月末で退任し、翌4月1日に松石博之が、 社長に就任した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。